皆さんこんにちは。おいげん鋳造の5代目の社長の及川邦子と申します。日本の岩手県という場所に位置している会社で160年ほどの歴史がございます。もともと鉄が取れた地域でもあり、全部こうマテリアルが揃っていたので、すごい昔からですね、鋳物業というのが盛んな土地であります。この産業、この鋳物産業の歴史としてはやっぱ900年ほどの歴史がございまして、弊社としては1852年からずっと調理道具、鍋とか生活に必要な釜ですとか、そういったものを作っている会社でございます。日本の中小企業というのは基本的にほとんどが世襲制になっておりまして、日本では長男の一番初めの男の子が会社を継ぎますよというのが暗黙の了解があるんですけども、私のうちでは女の子2人の兄弟で、私が長女だったものですから、そのまま長女がお家を継ぎます、お墓を継ぎますっていうような、なんていうんでしょうね、日本流のやっぱりルールがございまして、そのまま私は一番大事だなと思っているのは、自分たちの言葉でしっかりと自分たちのことを伝えるっていうことが大事だなというふうに思っています。今までだと作ればいいんだと、商品を作るんだっていうことに集中してた会社ですけれども、そうじゃなくって、それは何のために作って、それが皆様にどういう生活に、皆様の生活をどういうふうに作っていくんだっていうようなところまで考えて、それで私たちの商品と思いを伝えていく、そういったことをすごく大事にしています。で、特に今シェフの方々、料理人の方々とのお付き合いっていうのがあるんですけども、そうすると本当に鉄の魅力、鉄のお鍋の魅力っていうものを彼らの言葉で伝えていただくことによって、すごい可能性のある素材だなというふうに思って、私たちがほとんど知らなかったなっていう世界を垣間見ることができるので、非常に鉄という素材にみんなで一生懸命取り組んでいるっていうのが非常に楽しいことになっています。やっぱりまず調理道具なので、非常に熱と鉄器のバランスが非常に良くって、それは本当に美味しいお料理ができる。で、その音を楽しむとか、その匂いを楽しむっていうことも含めて、お料理が美味しくなる、その雰囲気も美味しくなるっていうようなことをご提案できる鉄器が揃っているというふうに思うのと、で、鉄素材っていうものがすごくシンプルなまず素材であって、何かと何かを足すとか、何かを引くとか、そういったものではないので、本当に革新的な新しいものが生まれるということではなくて、本当にその一つの商品をどのように理解して30年40年使っていけるのかなっていう、そういう価値がその新しさっていうことではなくて、その素材とか、それをどういうふうに私たちがいただきながら使っていくかっていうことの方が価値な気がするので、新しさで、その中でも私たちが非常に大事にしているのは異肌っていうんですけど、ジャスパーの、例えばこういうところの美しさですね。この美しさっていうのは、砂が細かい、砂で型を作るんですけども、その砂の状況がすごく細かいとか、鉄がそれをピュッと長くスピード感があって流れるとか、鉄の質がいいとか、そういった全ての製造の条件が整って、とても美しい異肌のものができるんですけども、それは本当日本のものづくり、私たちの長い長い歴史の中のものづくりから出てきているんですけれども、その細かい異肌にするっていうことにやっぱ非常に力を入れているし、難しいことなので、それをやはりきちっと作っていくことで、私たちの長い文化っていうものも大事に未来につなげていくということをしています。異肌の美しさっていうのは多分私どもの一番誇れるところかなというふうに思って、